英語名は、英語名は、ウィップ、英語名は、ウィップ、全然言えないじゃん。Hey, what's up, YouTube? どうも皆さん、こんにちは、コウスケです。はい、ということで、毎週金曜日恒例の、私のおすすめする映画5選を紹介していきたいと思います。本日紹介するのは、音楽映画おすすめ5選について紹介していきたいと思います。はい、今回、音楽映画をおすすめするっていうふうに言ったんですけれども、ミュージカルは省かせてもらいます。私、いろいろな映画見たりするんですけれども、唯一ミュージカルだけがちょっとどうしても見れなくてですね、ミュージカルの良さがちょっとまだわからなくて、実際に、例えばニューヨークにあるブロードウェイとかは実際に見たりとかするのは好きなんですけど、映画にするともうちょっと本当にきつくて、なんで急に歌い出すのかなみたいな感じに思っちゃいますんで、今回は、音楽映画、セリフが歌になってなかったりとか、いわゆるそういう音楽を、扱っている映画を5選紹介していこうかなっていうふうに思います。はい、それではまず第5位から発表していきたいと思います。第5位は小泉紀裕監督の彼女は嘘を愛しすぎているです。原作は漫画の、彼女は嘘を愛しすぎているが原作になっていまして、上映時間は117分の日本の映画です。2013年の12月に日本で公開されました。一応これジャンルで言いますと音楽なんですけども、いわゆるロックバンドの話になってきます。主演は、佐藤健、ルロケンとかも何でもいろんなものに出てますね、あと大原櫻子、歌手でもあり、この映画がきっかけでデビューした、歌手デビューもして、チアダンとかにも出ておりますね。あらすじなんですけれども、天才サウンドクリエイターでもあり、人気バンドのクルードプレイの元メンバーでもある、佐藤健が演じている小笠原亜希が、商売としての音楽の世界に嫌気がさして毎日退屈な生活をしていました。そこでふと女子高生の大原櫻子が演じている小枝莉子に声をかけられまして、自分の正体を隠したままその女の子と付き合い始めることになりました。最初は軽い気持ちだった亜希も徐々に真剣に付き合うようになっていき、そして莉子が天性の歌声の持ち主だったっていうことをクルードプレイのプロデューサーからスカウトされデビューすることになったと決まった時にそのことを知りました。そしてこの嘘から始まった亜希とリコの恋が動き始めていくといった話になっております。これ原作漫画になるんですけれども、私漫画読んだことないんでちょっと何とも言うことはできないんですけれども、実写化してこれは良かった作品なのかなっていうふうに思います。最近で言うともう本当にそれ実写化すんのみたいな、で案の定実写化してみたらもう大失敗だったじゃんみたいな映画があったりしますよね。何とは言いませんけど、漫画とかで描かれているこの歌っていうのはやっぱり漫画を読んでるだけじゃわからない部分もあったりしますけれども、それがうまーく映画になることによって歌が表現されているなっていうふうに思いました。でもう一つ選んだ理由として、私高校の時にバンドを組んでまして、ドラムをやってたんですけれども、高校の卒業ライブの時にこの映画の中で演奏されている明日もっていう曲があるんですけれども、それを実際に演奏したっていう風なこともありまして、この映画見るとめっちゃエモくなるっていうことで選びました。なのでもし興味のある方はぜひ見てみてください。はい、第5位は小泉紀裕監督の彼女は嘘を愛しすぎてるでした。はい、続きまして第4位は RJ カトラー監督の If I Stay 愛が帰る場所です。英語名はこの愛が帰る場所っていうのがないだけで、If I Stay のままです。上映時間は107分でアメリカの映画です。2014年の8月にアメリカで、2014年の10月に日本で公開されました。ジャンルは音楽なんですけれども、その中で、ロックとさらには、ジャズというものも、掛け合わせてる映画になっております。この監督 RJ カトラー監督なんですけれども、調べたんですけどあんまり映画撮ってなかったんですけれども、私が唯一知ってたのが、ファッションが教えてくれることっていう、ボーグの編集長のアナ・ウィンターのドキュメンタリー映画を撮っている監督になります。主演はクロイ・グレース・モレッツ、キックアスに出てる人です。あとはジェイミー・ブラックリー、この人映画っていうよりもテレビドラマの方が多いみたいです。あらすじなんですけれども、17歳のチェロ奏者を目指している高校生のクロイ・グレース・モレッツが演じているミアがある日、家族と旅行に行く最中に事故に遭ってしまい、家族全員が昏睡状態になってしまいました。ただ、ミアの魂だけは眠っておらず、幽体離脱っていう形で病室に来る親友や、あとジェイミー・ブラックリーが演じている彼氏のアダムの話を聞き、どんどん過去を遡っていくという話になっております。この映画は、主人公ミアがチェロ奏者で、彼氏のアダムは有名なバンドのボーカル兼ギターをしているという、楽器も違えば、ジャンルも違うんですけれども、お互いに惹かれ合っていきます。しかもミアのお父さんとお母さんは昔パンクロックバンドを組んでいたことからも、アダムともすぐに仲良くなり、そして、ミアは友人にもすごい恵まれて、家族愛や友情なども感じられる作品になっております。はい、賛否両論あると思いますけれども、私はクロエがめっちゃ好きなんですよ。もう世界で一番好きなんですけれども、クロエが好きっていうこともあって、私がちょっともうどうしても入れたかったっていう作品になっております。ただ曲もいいですし、チェロとギターという2つの楽器の音の混ざり合いもめっちゃいいです。で、本来チェロっていうのはソロだったり、あとオーケストラで弾かれるものなんですけれども、この2つがもう絶妙にいいですね。私も最初見た時に、チェロがこのバンドの中に入るっていうのはあまり想像できなかったんですけれども、この途中で流れるある1曲があるんですけど、それがもうバチクソ心に響くっていう。はい、なので、興味のある方はぜひ見てみてください。第4位は If I Stay 愛が帰る場所でした。
はい、続きまして第3位は堤幸彦監督のベックです。これは原作は漫画のベックで145分の日本の映画です。で、2010年の9月に日本で公開されまして、ジャンルは音楽とゴリゴリロックですね。これはこの監督は堤幸彦監督なんですけれども、20世紀少年やスペック、トリックなどといった、まあ、漫画が原作になっているものを結構実写化している監督になります。主演はこれたくさんいて、どの人を紹介すればいいのかなっていうふうに思ったんですけれども、水嶋宏、ドロップに出ておりますね。佐藤健、ルロケンですね。桐谷健太、最近で言うと火花に出てます。忽那詩織、奇跡などに出ておりますね。はい、あらすじなんですけれども、つまらない日常を送っていた高校生の佐藤健が演じている小雪は、町で外国人にいじめられている犬を助けたことから、飼い主であるアメリカ帰りの天才ギタリストの水嶋宏が演じている龍介と知り合い、ギターを借りて、まあ、一緒に練習を始めることになりました。そして、まあ、学校で中村葵が演じている佐久というドラムが叩ける友達ができて、それをきっかけにベースの向井理が演じている平と、あとラップボーカル担当の桐谷健太が演じている千葉を含めた計5人でベックというバンドを結成し、そしてその中で龍介の妹の忽那詩織が演じている真帆にこの恋心を募らせていきます。そしてある時、新曲を小雪が試しに歌ってみたら、メンバー全員が小雪の声に才能があることを感じ、本格的にライブと CD 発売を進めていきます。そして念願だったグレートフルサウンドという音楽フェスティバルへの出場が決定し、どん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 バンドとして成功の道を辿っていくという話になっております。あまり何も考えずにこの映画5選を選んでたんですけれども、やっぱり佐藤健めっちゃ好きです。やっぱり自分佐藤健がめっちゃ好きですね。カノウソにも出てますし、これにも出ております。で、この映画この中でこの組まれているこのロックバンドがめちゃくちゃいいです。で、この映画どん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 バンドとして成功していくっていう風に言ったんですけれども、ある危機がこのバンドに陥りますし、まあそれと並行して小雪とこの真帆の恋愛も進んでいくっていうのが最高ですね。やっぱりこの恋愛と音楽がこの合わさった映画っていうのはめちゃくちゃいいですし、もしその気になる方はぜひこの映画をおすすめしますので、気になる方はぜひ見てみてください。はい、第3位は堤幸彦監督のベックでした。はい、続きまして第2位はデイミアン・チャゼル監督のセッションです。英語名はウィプラッシュというタイトルで、上映時間は106分でアメリカで制作された映画になります。2014年の10月にアメリカ、2015年の4月に日本で公開されました。ジャンルは音楽で、これはジャズになります。で、この監督、デイミアン・チャゼル監督なんですけれども、最近で言えばララランドを作った監督になります。主演はマイルズ・テラー、オンリー・ザ・ブレイブとかダイバージェントに出ております。はい、もう一人は J.K. シモンズ、スパイダーマンや、この人もララランドに出ております。あらすじなんですけれども、世界的にも通用するジャズドラマーになろうと決意をしたマイルズ・テラーが演じているニーマンが、名門音楽大学に入学します。そして彼を待っていたのは、椅子を投げ飛ばし、罵声を浴びせるような J.K. シモンズが演じている鬼教師のフレッチャーでした。そしてまあ日々地獄のようなレッスンを受けて、精神的にも肉体的にも疲弊していきますが、それでもまあ偉大なミュージシャンになるために、まあ必死に食らいついて練習を続けているうちに、ニーマンは自分自身がどん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 狂気に蝕まれていくっていうような話になっております。話自体は結構簡単で、まあ鬼教師に食らいつく生徒の話っていうような感じですけれども、このドラムの演奏とこの教師との間のこの緊張感が半端ないですね。こっちまでマジで見てるこっちがめちゃくちゃ汗かくような映画になっております。はい、そしてまあレッスンの中でこの教師のフレッチャーが、ニーマンに対してあるセリフを言うんですけれども、これがマジですっごい回収の仕方をすると言いますか、マジで映画見終わった後に鳥肌が収まらないですね。そして見終わった後に多分全員が口癖で Not my fucking tempo になっていると思います。はい、まあこれは全員にお勧めできますし、アカデミーで5部門にノミネートされましたし、あと3部門で受賞している名作ですので、ぜひ、皆さん見てみてください。第2位はデイミアン・チャゼル監督のセッションでした。はい、続きまして第1位に行きたいところなんですけれども、ここで特別賞の発表をしていきたいと思います。今回は、特別賞2本選びました。まず1本目はジョン・カーニー監督の始まりの歌という映画です。英語名は Begin Again というタイトルで、上映時間は104分のアメリカの映画です。2014年の6月にアメリカで、2015年の2月に日本で公開されました。ジャンルはまあ音楽と、どちらかというとまあヒューマンドラマもちょっと絡んでいるような映画になっております。主演はキーラ・ナイトレ、イミテーションゲームやパイレーツ・オブ・カリビアンに出ております。あともう一人、マーク・ラファロ、シャッター・アイランドやアベンジャーズの、ハルクですねをやっております。この映画は、キーラ・ナイトレイがシンガーソングライターの役で、マーク・ラファロがプロデューサーの役をやっております。ちなみにマルーン5のボーカルの、アダム・レヴィーンも、劇中に出てきますし、劇中の歌はアダム・レヴィーンが作っております。なのでもしマルーン5が好きな方はこの映画ぜひ見てみてください。はい、そして、2本目なんですけれども、ラース・フォントリア監督のダンサー・イン・ザ・ダークです。英語名もそのままダンサー・イン・ザ・ダークで、上映時間は140分の、13カ国の合同制作になります。まあデンマークだったりフランスっていうところが主になります。2000年の5月にフランス、2000年の9月にデンマーク、そして日本では2000年の12月に公開されました。ジャンルは音楽とでミュージカルになります。私結構ミュージカルがもうマジで見れないっていう風に言ったんですけれども、この映画だけはマジで見れました。主演は、病空グズムンズ・ドット
ている歌手ですね。まあ、ビョークっていう風に呼ばれたりするんで、この名字を呼ぶことはないんですけど、マジでめちゃくちゃ難しい名字してますね。もう一人、ブラティカ・コスティック。もうほんとこれだけしか出てないです、映画。で、この映画なんですけれども、2000年のカンヌで、パルムドールを受賞しております。で、なんで今回この映画を、ミュージカルですし、まあ、なんでこの映画見れたかっていうのと、なんでこの映画をじゃあ特別賞に入れたかって言いますと、この監督、ラース・フォン・ドリア監督なんですけども、この監督が私、バチバチに好きで、多分世界の映画監督の中で私一番この人が好きなんですけれども、有名な作品で言いますと、メランコリア、ニンフォマニアック、アンチクライスト、ハウスジャックビルドとダンサーインザダーク、昔で言いますとドッグビル、奇跡の海といったような映画を作っている監督なんですけども、マジで気持ち悪いですし、マジで意味わかんないような映画になってたりする映画が多いんですけれども、このダンサーインザダーク、マジで引くぐらい胸クソで悪いです。もう胸クソ映画の帝王と呼ばれてもいいような、だから結構その胸クソ映画とかで特集してる人は多いです、この映画。なので長いですし、胸クソ悪いですし、最後も最悪な展開になりますんですけど、それをめちゃくちゃこの明るいミュージカルでこのなんか展開が進んでいくので、さらに胸クソ悪いです。なので、まあ、この2本興味ある方はぜひ見てみてください。はい、今回特別賞で選びましたのはジョン・カーニー監督の始まりの歌とラース・フォン・トリア監督のダンサー・イン・ザ・ダークでした。はい、それでは音楽映画おすすめ5選の栄えある第1位に選ばれましたのはジョン・カーニー監督のシング・ストリート未来への歌です。英語名はシング・ストリート、そのままですね。上映時間は105分、アイルランド、アメリカ、イギリスの合作になっております。2016年の3月にアイルランド、4月にアメリカ、5月にイギリス、そして7月に日本で公開されました。ジャンルは、ロックですね。監督はジョン・カーニー監督、さっき軽く紹介しました、始まりの歌と、あとワンス・ダブリンの街角でというような、まあ基本的にも音楽映画を作らせたらもう右に出る者はいないっていうような監督になっております。主演なんですけれども、フェルディア・ウォルシュ・ピーロ、他に出てる作品はほぼないです。とあとルーシー・ボイントン、ボヘミアン・ラプソディやオリエント急行殺人事件に出ております。あと、ベン・キャロラン、この人も他の作品出てないです。なのでこの映画に出てきます登場人物は、他の映画であまり出てないような人たちが多いですので、いい意味でこの、変な感情移入をせず見ることができます。あらすじなんですけれども、多分この映画が他の映画の中で多分一番話としては簡単です。1980年代大不況中のアイルランドの首都ダブリンの、南部のインナーシティ地区でフェルディア・ウォルシュ・ピーロが演じている冴えない高校生コナーが、両親の失業が原因で私立高校から無料の公立高校、ここの高校の名前がシング・ストリート高校って言うんですけれども、ここから、タイトルが来ております。そこの高校へ転校しました。そんなコナーは、まあ、初日からいじめられて散々なスタートを切ったんですけれども、まあ、学校の向かいに、ルーシー・ボイントンが演じているモデルのラフィーナがいて一目惚れをしてしまい、彼女の気を引くためにベン・キャロランが演じている友達のダーレンやマーク・マッケンナが演じているどんな楽器でも弾けるエイモンという人と一緒にバンドを組んでいくっていうような話になっております。なのでもう話としてはめちゃくちゃ簡単です。女の子の気を引くためにバンドを組むっていう、まあ、一番典型的なバンドを始める理由ですね。別に私はそんなことなかった、まあ、めちゃくちゃ話としては簡単です。この中でまあ演奏されて歌われる歌っていうのがめちゃくちゃいいですし、やっぱりこの高校生がバンドを組むっていうような、やっぱ一番この青春している時期にこの音楽をやるっていう、私大学入ってから見たんですけれども、なんかやっぱ高校の時を思い出すと言いますか、そんなようなすごい見たらもう誰しもがエモくなるような話になっております。でこの映画本当に多分嫌いな人誰一人いないんじゃないですかね。万人が絶対好きな映画になっておりますので、気になる方はぜひ見てみてください。そして、この映画からでもいいですし、特別賞で紹介しました始まりの歌、どの映画からでもいいんですけれども、ジョン・カーニーの監督もし一本見てその映画が好きでしたら他の作品も絶対好きですので、ぜひ興味のある方は見てみてください。はい、音楽映画おすすめ5選の栄えある第1位に選ばれましたのはジョン・カーニー監督のシング・ストリート未来への歌でした。はい、ということで音楽映画おすすめ5選の紹介を終わりたいと思います。もう一度おさらいなんですけれども、第5位は小泉紀弘監督の彼女は嘘を愛すぎている。第4位は RJ カトラー監督の If I Stay 愛が帰る場所。第3位は堤幸彦監督のベック。第2位はデイミアン・チャゼル監督のセッション。そして第1位はジョン・カーニー監督のシング・ストリート未来への歌でした。そして特別賞としてジョン・カーニー監督の始まりの歌とラース・フォン・トリア監督のダンサー・イン・ザ・ダークを紹介しました。はい、今回、ダンサー・イン・ザ・ダークを除いてミュージカルの方は省かせていただきました。まあ、ミュージカルの紹介は多分今後できないと思ってもらっていいです。私がちょっとミュージカルが本当に見れないですので。ただやっぱり音楽映画っていうのはすごいいいと言いますか、最近で言いますと結構日本では君の名はだったり、この新海誠監督が音楽を主に扱う映画を作っていたりとかっていうこともありまして、多分、どんな方でも楽しめるような映画になっておりますし、そんな中で私がおすすめする5選を選んで紹介しました。はい、もしこの動画が良かったら高評価とチャンネル登録、あとはインスタグラム、ツイッター、フェイスブックのフォローもよろしくお願いします。それでは皆さん次回の動画でまた会いましょう。 See you!